しぶり。あやのさん、こんにちは。今日、うちの会社のビルにいたの見たよ。同じビルの会社に入社したんだね。え、そうだったんですか？全然気づかなかったです。うちの会社が入ってるビル、大手しかいないのよ。まさかまなちゃんがそんなところに就職できるとはね。就活頑張ったら採用してもらえたもので、私、今日からあのビルの5階に入ってる会社で働くんですよ。これからちょくちょく会うかもしれないですね。よろしくお願いします。え、待って。私の会社もあのビルの5階なんだけど。え？そういえば、今日から新入社員が入るって聞いてたわ。もしかして、まなちゃん、うちの会社に入社してたの？これから私の後輩ってこと？今井が先輩になるの？全然気づきませんでした。彩乃さんって別の会社で働いてたと思ってたんですけど。そういえば私、転職したこと話してなかったわね。5年ぐらい前に今の会社に転職したのよ。そうだったんですね。まさか、兄のお嫁さんと同じ会社に入社するとは思いませんでした。私もびっくりよ。うちの会社は人気だし、優秀な新入社員しか来ないはずなのに、まさかマナちゃんが来るなんて。それって、つまり、私は優秀と期待されてるってことですね。兄嫁の綾野さんにご迷惑かけないよう、仕事頑張ります。どうぞよろしくお願いしますね。はあ？私は絶対によろしくするつもりないから。え？私は前の会社で頑張って成績上げてようやくここに転職できたの。転職サイトでも人気高いから一生懸命人事の人と仲良くなってようやく転職できたのに、それを新卒で簡単に入社してくるなんてムカつくわ。私だって就職活動ものすごく頑張りましたよ。うるさい！言っておくけど私、ここの会社では部長なんだからね。すごいですね。役職がついてるなんてかっこいいです。私もいつかそうなりたいな。一生無理でしょうね。だってマナちゃんは今日をもって会社をクビだもの。え？明日から会社に来なくていいわ。あんたの直属の上司には部長の私が言っておいてあげる。だから絶対に会社に来るんじゃないわよ。ちょっと待ってください。入社1日目でクビってどういうことですか？そんなのおかしいですよ。会社では肩書きがある人が絶対なの。部長の私がクビって言ったらクビ。じゃあクビの理由は何ですか？まさか義妹が気に入らないからクビなんてことはありませんよね。あなた今日から社会人でしょ。大人っていうのはいろいろ察して生きていくものなの。だからクビの理由を察して諦めてちょうだい。はぁ？それじゃ再就職活動頑張ってね。バイバーイ。ちょっとマナちゃん、あなたなんで出勤してきてるのよ。会社に来るなって私言ったわよね。他社の部長にクビと言われても納得できません。直属の上司に確認してもクビはありえないって言われました。直属の上司より部長の私の方が偉いのよ。私が会社に来るなって言ったら来ないだよ。じゃあ私が会社に来てはいけない理由を教えてください。察してやめろってひどすぎます。上の人間に立てつくなんて社会人として終わってるわね。いいわ、特別に教えてあげる。あんたがクビになるのは社長令嬢がコネ入社することになったからなんだよ。え？突然仲のいい人事に頼まれたの。社長の娘が働きたがってるから社員の枠を開けてくれって。でももう新入社員は決まってるし枠はないでしょ。だからマナちゃんの枠を削るしかないの。それってつまり社長令嬢のために私をクビにするってことですか？そういうこと。早速入社できる枠を見つけたって言ったら人事の方もご令嬢もとても喜んでいたわ。きっと私はこれで恩を売ってまた出世よ。そんな、急に誰かをクビにするなんて困ってたけど、マナちゃんが新入社員でとっても助かったわ。ムカつく義妹なんてクビにしても何にも問題ないからね。問題大ありですよ。こんなのひどすぎます。理不尽ですよ。社会人っていうのはそういうものなの。早速明日から社長の娘さんが出社することになったわ。今日はまあ仕方がないとして、明日こそは絶対に会社に来るんじゃないわよ。いや、絶対に来ます。解雇通知もありませんし、これは不当な解雇です。私、絶対に諦めませんから。はぁ？もう首を決定してるんだからギャーギャー騒がないでよね。直属の上司はそんな話聞いてないって言ってます。私のことを期待してくれていて、辞められたら困るって言ってます。たかが新卒が首になっても誰も困らないっつーな。そんな下っ端上司より、部長の私の方が偉いんだからね。直属上司にはこれから私が説明しに行ってあげるわ。上司も社長令嬢のコネ入社には逆らえないんだから。説明になんて来なくて結構です。私は明日も出勤しますから。はぁ？クビだって言ってるのに会社に来るとかバカなの？あのね、何度も言うけど、あんたはクビなの。社長令嬢のコネ入社のために、あんたは身代わりでクビなの。いい？明日から絶対に会社に来るんじゃないわよ。
会社に来なくていいのは江野さんですよ。社長令嬢の身代わりは江野さんだって、うちの部署で大きな噂になってますからね。は？何よその噂。どこからそんな根も葉もない噂が出たのよ。根も葉もある事実のようですよ。社長令嬢のために綾野部長が辞職したってね。え？私が辞職？何よそれ。これ以上のために辞めるのは新入社員のマナちゃんでしょ。部署の噂をまとめると、これ以上の急なわがままを聞いた綾野部長が自分の部長ホストを差し出したって。なんですって。これ以上に代わりに入社できるようにするって言ったらしいって。そんな噂が流れていますよ。それは私の代わりに入社じゃなくて、新入社員の代わりに入社。いくらコネ入社でも部長ポストあげるわけないじゃない。今、綾野さんってどこにいますか？は？あんたがイラつかせるから、喫煙所でタバコ休憩中よ。たった今、ご令嬢が会社に来まして、綾野さんの部長室に入っていきましたよ。新しくご令嬢専用の椅子とかデスクに変えるんだとか。へ？おそらく人事も社長の娘さんも勘違いしちゃったのかもしれませんね。コネ入社で部長に就任ってことになっていますよ。そんなの困るわよ。私がどんな思いでこの会社で頑張ってきたと思ってるの。部長の座は渡せないわ。今綾野さんの椅子が運ばれていきました。部長の座廃棄処分されますよ。ああ、私専用の椅子が。タバコ休憩してる場合じゃないと思いますよ。それじゃあ私、自分の部署の仕事があるので失礼しますね。ちょっと早く電話に出なさいよ。部長から連絡よ。社長令嬢に部長ポストを譲って元部長ですよ。うるさい。私はまだ諦めてないんだからね。これ以上の勘違いで仕事を失うなんてこんなの理不尽だわ。落ち着いてくださいよ、江野さん。理不尽なのは社会人じゃ普通のことって言ってたじゃないですか。はぁ？勘違いのまま話を進めたご令嬢も人事の方も悪いですが、綾野さんも勘違いさせるようなことを言ったし、お互い様です。明日からの出社は諦めてくださいね。諦められるわけないでしょ。社長令嬢だからって好き放題やりやがって、あの小娘。社長令嬢の肩書きは強いんですから仕方ないんですって。会社や肩書きがある人が絶対なんですよね。綾野さんもそう言ってたじゃないですか。それとこれは話が違うわ。どう違うのかわかりませんね。とにかく、私はまだ納得できてないのよ。納得できてなくても、察して辞める。自分が言ってたことを実践してくださいよ。自分がクビにならなかったからって生意気ね。言っておくけど私はまだ諦めないから。部長ポストを失っても、また帰り咲けばいいだけよ。私もう一回平社員からやり直すつもりだから。ってことは、江野さんと私が同期になるんですか？兄嫁が同期だなんて、なんか気まずいですね。何言ってるのよ。同期になるわけないじゃない。だって私マナちゃんをクビにして平社員からやり直すんだもの。は？私の代わりに社長令嬢が部長になったから、次は私があんたの代わりに平社員になるのよ。義妹のマナちゃんは私のためにクビ。そのデスクの席は私がもらうから。全く意味がわかりませんし、納得もできませんね。うるさい。とにかく私にデスクをよこしなさい。社長令嬢のこれ入社で部長の私がクビとかありえないわ。新入社員からやり直すことにしたから、義妹のあんたのデスクもらうわね。みかん箱デスクならどうぞ。え？明日私のデスクがあったところにみかん箱を置いておきますね。それでいいならお好きにどうぞ。は？みかん箱？何を言ってるのよ。私入社早々海外転勤なんですよ。なので私のデスクはもうなくなるんです。代わりにみかん箱を用意しておきますので、どうぞみかん箱で仕事してください。ちょっと待ちなさいよ。海外転勤ですって？私ですらまだ行ったことないのにずるいわ。なんで新入社員なんかにそんな大事な仕事をさせるのよ。優秀で期待されているからですかね。は？私大学で海外ビジネスを研究していたんです。その論文を見てくれたここの会社が、ぜひうちで働いてくれって私を誘ってくれたんですよ。え？もちろん採用試験を受けましたし、面接も難しかったです。でも無事に採用されてよかったですよ。その分バリバリ働いていかないとですね。待って、マナちゃんってそんなに優秀なの？仕事ではまだ成果を出していないので優秀かはわかりませんね。でも社長直々に会社に誘われるくらいには学生時代は優秀でした。社長直々に？なのでいくら部長だからって勝手にクビにできるわけないんですよ。あー、泣き寝入りしないで会社に行っておいてよかった。そんな私だって頑張って部長まで来たのに、人事部にもご令嬢にもごますって頑張ってきたのに。周りの社員さんも褒めてましたよ。いくらごますぎのためとはいえ、自分のポストを譲るのはすごい。綾野部長はごますぎのプロだ。そんな肩書きいらないのよ。肩
書き絶対な社会の中じゃ最弱な肩書きですね。それでは私は明日から転勤準備があるので失礼します。彩乃さん、再就職活動頑張ってくださいね。社長の娘さんは入社初日から部長就任で浮かれていましたが、あっという間に寿退社でいなくなり、他の方が部長へと就任することになりました。兄嫁の彩乃さんはすぐに別の会社に再就職したのですが、40代からの平社員スタートで出世街道から外れてしまっているそうです。それでも諦めずに上の人にゴマをすっているらしく、社内のあだ名はすり鉢なんだとか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。